今回はロングレンジフィンファンネルの火力はちょっと盛りすぎではに対する反応集をご紹介します。ハイパーメガバズーカランチャー並みの火力はちょっと盛りすぎでは。フィンファンネルにハイメガバズーカランチャーの火力をってむちゃくちゃ言ってて笑う。でもガンダムってモビルスーツ一体に戦艦並みの火力とかよくやってるし、それを思えばハイメガくらいすぐできそうちゃう。アムロはこんな武器は使わない。何かの小切りみたいだ。ザーカイラムに直結してしかも停電するくらいのチャージ量をどうやって生むんだよ。こいつ自身にもジェネレーター積んでニュー本体と合わせて撃つ。おまけにライフルモードから狙撃モード、サーベルモードまで完備。ビームマグナム。省エネ好きなアムロに似合わない。小説でダブルゼータでもいいからよこせと言ったアムロ。最近福岡ニューのことが生まれる前から好きになってきた。ちょい派手すぎる感じもあるが悪くない。やっぱ大きい武器好き。ジェネレータ内蔵の通常フィンファンネルをして火力不足とは一体。結局やってることはビームライフルとそんな変わらんからな。出力はニューのビームライフルより低いんです。あくまで通常のファンネルに比べて威力が高いだけで。普通のファンネルビームガン程度の火力だからね。文句言いながら使うもんは使うし、なんだったら輸送機ぶつけて敵機撃破までやる男だしな。じゃあもう盛らないとバランスが。バズーカ大好きも派手な武器嫌いもネットで勝手に醸成されたアムロ像である。なんだって使うし使いこなせちゃうしな。武器がないならないで体当たりしたりナックルボンバーしたりダイナマイトキックするから、もう何も渡したくないくらいなんでもありすぎる。武器の有利不利とかいう問題じゃなかったからな。ニューでサザビーを殴る蹴るのやりたい放題。ちなみに限定映像の戦果は、多分最大出力のロングレンジファンネルでムサカ2隻を遠距離から撃沈。ギラ動画10機くらいをビームライフルワンショットワンキルで瞬殺。増援のギラ動画部隊もロングレンジファンネル切り離してオールレンジしながら撃墜。サザビー新武装とも互角。若干前線したギラ動画指揮官機も回し切りで即殺。サーベルモードでチャンバラしつつ最後は射撃モードでサザビーを倒した。倒し、え、あれ大丈夫？じゃあ生きてる？黒ボン味のある武器だ。これフィンファンネルってよりジーバードじゃない。適当に使ってポイしても呼べば飛んでくるハイメガランチャーとかないで喜ぶだろ。初代でもライフル射出して、言ってたし。ホワイトベース時代も生き残るために何でも使ってたもの。あるかどうかじゃなくて今整備終わってて使えるのかが一番大事な男よ。その上で好みはこぼすけど、つっかえ棒使い勝手良すぎて困らない。アムロはあれば全部使うよね。アムロは文句言いながらもちゃんと使っていらなくなったら捨てる。アムロはっていうか、逆にそんなとこでこだわり反映していくやつの方が希少。回収してくださいと言われても捨てる男。持たされたもの全部使いこなした上で文句言ってくる男だよ。渡す側からすれば技術や兼パイロットってすげえめんどくさいな。お前らにアムロさんの何がわかるんだ。使わないことはないと思うぞ。何かブツブツと文句言いながら使うだけで。どっちかというとハイメガランチャーとかハイパーメガカノンの系譜な気がする。ほとんどファンネルとして使ってない。超強いビームライフルが自動で動いてくれたら最強じゃん。それはそう。このサーベルでは切れなくないか。ファンネル部分が邪魔すぎる。先っちょでしか切れない剣。よっぽど高出力なのかな。俺むしろこれやったから好きになった部分もあるな。振り切れてて。こういうギミック仕込むんだったらファンネル自体もソード形態にちゃんと変形させてほしい。さすがに剣の中くらいまで切れないのはちょっと。赤いとこまでパーツだからそこでは切れんやろ。ちなみに福岡限定の戦闘ムービー見ればわかるけど、ビームサーベルモードかなり長いよ。冗談ではない。二度と見たくねえよ。ことく最悪このままぶん投げても自分で帰ってくるのは強い。むしろファンネルなんだし、この状態で相手に向かって飛ぶとかどうだ。怖いぞ。もうじきで殴れ。こんだけでかいなら質量兵器として運用するのもありだとは思うよ。富野に演出させたら最終的にはぶつけると思う。
それは剣というにはあまりにもファンネルすぎた。サザビー殺しかな。なおサザビーも同じバカデカサーベルモードで対抗する模様。ぶっちゃけこれがビームサーベルにできるなら、普通のフィンファンネルもソードビットにできるよな。遠近使い分け可能なフィンファンネルとか相手からしたら悪夢すぎる。バリア張られて接近戦仕掛けに行ったらズタズタにされるとか想像したくねえや。ミーティアのビームサーベルっぽいな。でかすぎー。アムロ的にどうなのこれ。ほぼアムロ専用機のビジェにメガバズーカ用ウェポンラックがデフォルトでセットされてるので、大口径ビームキャノンはむしろアムロの趣味。アムロに自分の好みを代弁させようとするな。アムロ、時と場合による。アムロは大火力武器も嫌ってはいないだろうけど、フィンファンネルとの選択ならフィンファンネルを選ぶと思う。時と場合によるだろ。ガンキャノンやガンタンクを選んだこともある。時と場合によるけど、第二次ネオジオン構想で使う場面はあるか。小説だとハイパーメガバズーカランチャー使ってアクシズのノズル破壊しようとしてたんだから使う場合もあるだろ。映画だとアクシズ破壊はブライトのラーカイラムやケネスのリガフィに任せて、シャアを直接倒すことに集中してたから用意しなかっただけ。戦艦やモビルアーマーのように鈍銃で頑丈な相手ならともかく、サザビーみたいに俊敏な相手ならあまり向かない武器だろうな。でかすぎて通常のサーベルほど素早く振り回せないだろうし。アムロが欲しいのは確実にシャアを仕留められる機体だよな。アムロだったらって話は神格化されすぎてて、ただの無敵パイロットになってるよな。アニメのアムロ、結構ひたまする。意外と攻撃は外す。割とテンパる。ネットでのアムロ、すべて避ける。距離関係なく必中。クレバーな食用軍人。ニュータイプ超えてる。そらみんなアムロの最終型の逆シャアアムロを基準に話してるからな。逆シャアのアムロだって全然そんな完璧超人じゃねえよ。弾もするし、必中でもないし、クレバーでもないし、ニュータイプを超えてるどころか明らかに衰えてる。リソース限られてるから省エネなだけで、その心配がないなら使い倒すやろアムロ。あ、パワー、空戦では持てるだけ持っていってるからな。宇宙なのに設定盛り込むのがガンダムらしくて好き。宇宙ならこんな無茶苦茶な武器も振り回せるのか。いけるいける。お前はガチで星ごとぶった切るからな。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。I'm not afraid to die.